里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。先日、はい、好きな球場ベスト3やりましたよね。はいはいはい、ってことは、好きがあるってことは、好きじゃない方もあるんじゃないかっていう。12球場しかないのに、はい、好きじゃない方いきます。確かに。ワースト3位、はい、それはあるんですけど、理由も込みで嫌いな球場ですよね。はいはい、全然あるし。全然あった。いや、それはやっぱり、いろんな意味で、やりにくいとか、はい、それはありますよ。そうですよね。やっぱり。いろんな意味で。これは、あの、メモリアルとかあったじゃないですか、好きな方は。うん、じゃあ、ワーストの方も、うん、なんか悪い思い出とかもあるわけですか？悪い思い出っていうか、まあちょっと嫌な感じ？嫌な感じ。あ、じゃあ、これ聞いていきましょう。あるってことなんで聞きましょう。じゃあ、早速。はい。第3位。じゃん。広島市民球場。広島市民球場は、好きじゃなかったですね。え、なんでですか？まずは、はい、あの、ロッカーが汚い。はい、そこいや、まず、汚いし狭いから、はい、廊下とかで着替えてたんですよ。みんな廊下にパイプ椅子出して、はい、そこで裸になったり着替えてたんですよ。で、一つは食事会場、うん、プラスコーチとかが荷物を置くところなんですよね。はいはい。もう一つは、スイング場プラス、あのマッサージ室みたいな。一つだけなんですよね。はい。使えるの。だからほぼ外ですよね。うわ、じゃあ使えるところは、あの、ベテラン選手というか、まあ。まあ、ベテランでももうめんどくさいから、はい、なゴミゴミしてて。はい。で、外で着替えてる人もいっぱいいます。え、じゃあ使えるロッカーは誰から使っていくんですか？いや、まあ、入りたい人。そんな僕とか別に入りたくないから、はい、もう外で普通にパイプ椅子置いて、で、着替えてました、ロッカーで。ロッカーってから、廊下で。なんか全然プロっぽくないですね。だから、代打行くときとかも、はい、スイングしてる横でマッサージしてますからね。そうなんだ。もう、気持ちも入れにくいわっていう、行くときってみたいな。打者としては嬉しいんですよ。はい、狭いんで、うん。広島市民球場、はい。しかもフェンスも低いんで。うん、キャッチャーとして気使いすぎるんですよ、はい。すぐホームランになっちゃうんで。守備としてはそうですね。はい、あとやっぱりね、これみんな本当にセリーグの人よくできたなと思うのが、はい、あの、ちょっと想像してもらいたいんですけど、はい、あの、広島市民球場、うん、バックスクリーン上にこう、1回、2回とかのやつありますよね。はい。で、その下に、こう、縦の枠ありますよね。その、こうなってる、ね。そうそうそう。こうなってるってことですね。あ、そうそうそう、はい。で、ここが、薄いんですよ、すごい。薄いって、細いってこと？細いってこと、細いんですよ。はい、はい。だから、すぐ観客席が横にあるんで、はい、左ピッチャーが、ちょっとサイド気味に投げてくると、はい、この球の出所と、観客席が被って、はい、まあ、見づらいんですよ。へぇー。カーブのね、はい、その時のホームユニフォーム、白地に縦のストライプだったんですけど、はい、まあ、かぶって、ボールの色。白地に赤のストライプでしょ、縫い目が。カープと一緒なんだ。一緒なんですよ。はい、だから、全く見えないです、出どころが。へえ、そうなんだ。左のちょっとサイド気味に、スリーコーダー気味に投げられると。はい、これ、どうやって打つんや、みたいな。見えへんで、っていう。ってことは、バックスクリーンのその、土台みたいな部分って、結構役割果たしてるんですね。めっちゃ、あれ重要なんですよ。知らなかった。だから、看板とか下にないでしょ。はい。はい、上とかだけじゃないですか。はい、で、お客さん、大体、あの、京セラドームとかでも、うん、センターのところ観客席ありますけど、はい、入れてないでしょ。そうですね。そこ、確かに。札幌ドームとかも、入れてないでしょ、はい。あそこ入れられると見えないんですけど、はい、広島手が出るみたいな。これ、まあ僕ら交流戦だけだったからよかったですけど、はい、いや、めちゃくちゃやりづらいなと思いましたね。そうですね。はい、じゃあ、ホームというかセリーグじゃなくてよかった。あとは慣れたらどうにかなるのか。ああ、まあたまに行くからそうって言葉にもありますよね。今はね、はい、もう松田に変わって、最高の、はい球場に。松田最高なんですね。はい、なってますけど、好きな球場に入ってなかったですよね。あの、ニュートラルと、はい、そこはいいんすよ。そんなツッコミは。いいですか？それもうあの、見てる人がコメント欄に打つようなツッコミいらないんですよ。ごめんなさい、すみません。じゃあ、第2位行きましょう。はい。はい、第2位は。神戸、ホットモットかな、今。ホットモットフィールドでしたっけ？はい。はいなんかまた、ちょっと、ずらしたとこ行きますね。ずらした？オリックスがもともとあった時、ここ、ホームグラウンドだから。いや、そうなんですよ。はい、なんかでも、京セラってイメージが強いじゃないですか。京セラは、まあ、最高っすよね。はい。わあ最高。はい。まあ、トップ3に入ってないですけど。入ってないじゃないですか。ニュートラル。神戸はマジ、本当は難しいです。はい、内野に芝生を引いて、はい、
メジャーも内野芝を引いてるじゃないかと思うんですけど、はい、メジャーは、まあ、土のところがカチカチなんですよ。もう WBC で行った時、はい、セメントの上走ってんじゃないのかっていうぐらい硬いんですよね。はい、で、芝が薄いんですよ、すごい。だから段差も少ないんで、はい、イレギュラーってしづらいんですよね。はい、でも神戸は土がふかふか、はい、芝目長いっていう、はい、でちょっと段差あるんで、はい、イレギュラーとかしたりとか、ホームに帰ってくるのも、はい、その土になるのか芝生になるのかで、スピード感が全然違うんですよ。へぇ、すっごい難しいんですよ。じゃあそういうとこに跳ねると、ちょっとずれて、そう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 。そう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 、あと、なんて言ってもね、うん、そのベンチとね、はい、ロッカーがね、はい、遠い。またロッカー入っている。神戸は、球場が、ちょっと一段下がって球場なんですよ。はい、入るところから。はい、だから、要は、ロッカーが2階にあって、はい、1階に球場が、のフィールドがあるみたいなもんなんで、はい、その階段登り降りしなきゃいけないんですよ。あ、じゃあ本当に結構遠いんですね。だからすぐロッカー行けないんですよ。だ全部着替えも、その、ベンチ裏に持ってきて、はい、あの、荷物を全部そこで完結するようにしないと、はい、ロッカーなんてほぼ使わないんですよ。へー。食事とピッチャー以外は。はい。行ったり来たりがすごいめんどくさいんですよ。あ、まあ、そのめんどくさいってことですね。そうなんですよ。僕、はい、そういうのがめんどくさがりなんで、はい、ワーストに入ってきちゃうんですよ、ね。はい、しかも、はい、神戸は、ベンチもちょっと狭いんですよ。へー。で、ベンチの裏にスイング場あるんですけど、はい、そこにみんな荷物を置いてるから、はい、着替えてる横でスイングして試合に行くみたいな、もうちょっとゴミゴミしてるんですよ、また。ごちゃごちゃするんですね。そうそうそう、集中しなきゃいけないっていうところが、はい、あのプレーも難しいし、その準備とかもちょっとなんか、へー、嫌な感じです。結構、なんか嫌な球場って言い方理由あるでしょ、ちゃんと。ちゃんとありますね。はい。はい、細かい理由が結構ありますもんね。はい、だってね、はい、僕このチャンネル何回も言ってるんですけど、はい、好きも嫌いも、はい、好みなんですよ。そうですね。だから僕じゃない人はホットモットが一番好きっていう人もいるかもわかんないですけど。ホットモットにメモリアルがある方もいるかもしれないですね。そうですね、メモリアルね。ほっともっと全くないですね。そうなんですね。はい。佐藤さんはないってことですもんね。でも僕何気に12球団全チームからホームラン打ってるんですよ。はい、え、すごい。そうなんですね。はい。全球場ではなくて12球団。あ、名古屋ドームで打ってないんですよ。へぇー。あと広島市民球場で打ってるんですけど、マズダになってから打ってるんですよ。なるほど。でも全チームに対しては打ったことがあるってことですね。打ったことあります。へぇー。わぁ、すごいですね。きっちり。へぇー。ということでした。はい。では第1位行きましょう。興味ないんですか？あ、まあまあ、へぇー。って感じ。すごいって言ったじゃないですか。あ、まあまあまあ、はい、じゃあいいです、はい。はい。では第1位は。はい。じゃん。札幌ドーム。へぇー。です。1位は。札幌ドームダメなんですか？一番気遣います。プレーとして、はい。ロッカーとかはいいです。はい、ロッカーいい。裏の設備は最高です。はい。キャッチャーからバックネットまでの距離が異様に長いっていう。はい、すごい広いんですよ。多分12球団一番広いんですよ。はい。後ろがキャッチャーからと。はい。だから、ワイルドピッチ止めれなかったら、2個行かれるんですよ。ファーストランナーとサードまで行かれるんですよ。はい。だからすっごい緊張感あるんですよ。ワンバン止めなきゃいけないっていう。行っちゃったらもう結構、そう、うわーって行かないといけないんですね。はい、近いとこだとね、はい、まあ、あ、やっちゃったって言って適当に走ってても、はい、別に1個しか行かれないですけど、はい、やっちゃった全力で走って取って行ってたらもう大遠投で三塁投げなきゃいけないんですよ。はい、だそこのプレッシャーがひどいんで、はい、すごい緊張感ある球場だったっす。その、キャッチャーから後ろの長さって決まってないんですね、球場。いや、どうなんですかね。でもめちゃくちゃ広いですよ、札幌ドーム。それで結構変わってきますよね。全然変わってきますよ、はい。だから今多分12球団でファールゾーンが一番広いのは札幌ドームだと思うんですよ。札幌ドームのあの後ろは緊張感あるんで、だから僕ほぼ後ろやったことないですもん、札幌ドーム。あ、すごい。でもやっぱ意識で変わってくるんですね、そこも。そうですね。そしたらいつも白みたいな感じですよね。いや、そういうことですよ。ですよ。今言われて初めて気づきました。じゃあ1位は札幌ドームっていう、はい、結構意外でした。そうですね。あとはね、僕が開幕スタメン初めて選ばれたのも札幌ドームです。ちょっと思い出じゃないですか。ボコボコにやられました。そういうことか。初開幕スタメンですよ。うん、で、負けました。ボロボロ、はい、打たれて。しかも知ってます？そこから開幕11連敗っす。そのスタート作っちゃったんですか？ね、2002年だったと思うんですけど、はい、11連敗の7敗ぐらい、6敗か7敗ぐらいの時に2軍行きました。ゴーファークで。しかもそのシーズンね、はい、僕の打率聞いたら驚きますよ。2002年。はい、0割4分3厘ですよ。
まあ、そっからがあって今があるんですからね。そうですね。でもそういった意味でも札幌ドームはね、やっぱ気使う球場で、あんまり好きじゃなかったですね。キャッチャーとしては気使うと。さっきからロッカーが嫌だ嫌だって言ってるじゃないですか。じゃあ、ロッカーが一番いい球場ってどこなんですか？この球場ロッカー最高やなみたいなところ。マリン以外でね。はい。あ、マリンはいいんですか？だってそれ、もう自分のロッカーだから自分流になってるね。確かにそうです。使いやすい。それで使いづれんなって言ったら、もうそれ僕に逆に問題あるそうですね。え、ロッカー、そんな、作り、そんな変わんないんですよ。みんなそう一緒なんですか？ビジターなんてお金かけてくれてないんで。あ、そうか、そういうことか。確かに、だったらホーム使った方が使い心地いいですよね。そう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 。